織り句とは、ある一つの文章や、詩の中に、別の意味を持つ言葉を織り込む、言葉遊びの一種。句とを利用したものがほとんどである。伊勢物語のあずまくだりの段に登場する和歌には、次のようなものがある。からころもきつつ、なれにしつましあればはるばるきぬる旅をしそう思う。頭文字を取ると、かきつはたという花の名が織り込まれていることがわかる。いろは歌は、七文字ごとに区切って、 各節の末尾をつなぐと、解かなくて死すとなり、無実を訴える文になるとされている。現代でも、谷川俊太郎によるお陸を用いた詩が知られている。あくびが出るは、嫌気がさすは死にたいくらい点で、退屈まぬけなあなたすべって転べ漢詩では倉頭詩と呼ばれた。1990年の人民日報海外版には、現象と題した春の訪れを歌った詩が掲載された。 しかし斜めに字を拾っていくと総理であったリーホーへの批判が読み取れるため問題になった。英語圏でもオリクはポピュラーであり、例えばポーはそのままアクロスティックと題した詩を書いている。エリザベスイットイズインウイニュースエラブノート、ザウセイストイットインソースイート、エウェイ、インウインゾーズワーズフロムジオアエルザンチペ、エス。 タレンツハドインホースとソーエル、アー、イフザットランゲージフロムザイハートアライズ、ブレスウットレスジェントリーホース、アンドベールザイイズ、エンデュミオーン、リコレクト、ウェンデーナトライドツーキュアーヒズラブ、ワズキュアドオブオールビサイド、ヒズフェリア、プライドアンドパッション、ホーヒーダイド、また、漢字の共有部を利用した回転オリクも成立シュール。例えば、 京都両安寺のつくばいに刻まれた以下の四字熟語が挙げられる。五、薬地古鳥から左回りに、ただわれ遅速とめ和で、ごくそれぞれの始めと終わりとの一音ずつを、続けて折り返して読み、別の回を伝えようとする技巧的な折り句である。例えば、映画物語にある、村上天皇の、大阪も果ては往来の席もいず訪ねて法を飛こきなば、回差寺から、あはせた着物、 少しを、少しを読む。また例えば、俗僧安州巻4の健康法師の、夜も涼し寝座めのカリアンテ枕もマソでも秋に、へがてな気風から、米ネタマにも星を読み、それに対するとミア法師の返し、夜も憂えし、寝たくわが、セコハテは小綱、小猿にらに、しばし放ひませから、米花話せに、少しを読む。ありがとうございます。